はい、皆さんこんにちは、マキです。今週は、いくつか、じゃーん！ CM でおなじみです。ギャラクシー Z フリップ5を買ってみました。新しい学校のリーダーズが紹介している最新のスマホですよね。はい。2023年の9月に、発売したものになります。で、大きく違うのは、ここの、閉じた後の画面。カバー画面って言うんですけど、ここがすごく大きくなりました。だよね、はい、もっと小さかったイメージ。私 iPhone から移行したんですけど、 Android とまず Apple 製品なので、移行するためにアプリを経由しなければいけなかったです。専用のアプリ？そうです、スマートスイッチっていう専用の移行アプリを iPhone にまずダウンロードします。ステップ1、有線または Wi-Fi で iPhone と Galaxy を接続します。ステップ2、移行したいコンテンツを選択します。ステップ3、移行完了を待つだけです。これで iPhone から Galaxy にデータを移行することができますよ。ここからは、Galaxy に変えて良かった点をちょっと紹介していきたいと思います。はい、まず私感動したのが、ここのこのロック画面ですね。ああ、表には画面出ないもんね。はい、必要最低限なアプリを使うことができて、Google マップと LINE とあと Netflix と YouTube を見ることができます。へー、すごい、動画も見れるんだ。はい、で、実際にこの Google マップは、例えば目的地で地図をこう見ながら行きたいじゃないですか。そういう時にこのちっちゃい画面で見ることができるので、移動中のコンパクトなところで見れるのも、はい、すごく良かったです。あとちょっとした LINE ですよ。LINE とかもここで見ることができるので、返信もここですぐささっと返すことができるので、すごい。なる。電車の中の YouTube 動画を見る。はい。ちょっとやっぱこう開いて、こうしなきゃいけないみたいな。そうするとちょっとこう幅取っちゃうんですけど、こうするだけでこうやってずっと見ていられるので、コンパクトに動画を見るっていうのを感じました。自由度が高いんだよね、多分自分でそれも好きなやつするって。iPhone はもう決まった形からは崩せないけど、多分 Android は自分用に買った。すごく感じます。あとキーボードとかも iPhone だと英語打ちの時にピック、で英語を入力できるんですけど、英語はこの英語打ちというか、はいはいはい、すごく私実はやりづらくて、アプリでこのしめじってやってるんですけど、それを使ってやるとこの英語でフリックができたりとか、それでカスタマイズしていくのもなんか iPhone と違うなっていうところを感じました。感じます。で、それやりたいなって。この Galaxy Flip Z でやっぱりカメラがみんな大興奮の的なんですよ。普通自撮りカメラってインカメラでこの映像を見ながら撮るじゃないですか。そうするとやっぱり画質がちょっと気になるじゃないですか。これで、こうですね。撮れます。なので外カメラで、高画質な自撮りができるっていう、はい、この状態で置いて、普通ここに何て言うんですか、プラスボタンを押したりとか、あの録画ボタンを押さないとあのシャッター降りないんですけど、手をかざすとシャッターになるんですよ。あれやりたいの、あの CM のやつ。で、あ、カウント始まった。躍動感がある動画が、躍動感、めっちゃ躍動感すごいですね。これやりたい。俺は写真撮るのにみんないろいろとねアイデアを取らすと面白い。はい、というわけでね、カメラですごい楽しんでしまったんですが、すごい良かったね。はい、最新機種 Android にやっぱりでも iPhone ユーザーは忘れない、なかなか。まあどうですか、 iPhone になってもう Android も売れない。いや、私は意外とないかも。絶対そうだよ。アンドロイドだし。だって iPad も使ってるもん。iPad も使ってます。で、MacBook でしょ。うちらは AirDrop というあれでこう管理されちゃってんだよ、もう。AirDrop 縛りが。そう、縛りが。もう AirDrop という鎖に絡められてしまっているわよ。だけどなんか Wic の新しいのを見るとね、ちょっと惜しくない。やっぱ iPhone パカパカがない。うちらパカパカ世代だもんね。そうなんですよ、パカパカしたいんですよ。なんといってもさ、その90年代パカパカ世代としてはこれは熱いよね。新しくチャレンジしてみたい人はいいかなと思います。やっぱりただ拡張していかなきゃいけないので、
って思ったらぜひ使ってほしいんですけど、ちょっと苦手だなっていうのはやっぱ iPhone の方が正直使い勝手がいいかもしれない。わかりやすいよね、iPhone はね。そうです、あれね、とにかくタッチの速度なの。私の反応についてこれるのは iPhone だけ。そんなに違う。それぐらい私はもうこの感度のその問題だけです。でもギャラクシーは今すぐですね。ぜひ皆さんも使ってみるのはいいんじゃないでしょうか。というわけで今週もいかがだったでしょうか。また来週も見てくださいね。バイバーイ。